家康には20人ほどの側室がいたと言われているが、今回はそのうちの一人、お万の方を解説するよ。NHK の大河ドラマ、どうする家康では、松井玲奈さんが演じている人だね。そうだね。実はこの時代、側室にも序列が存在し、それらの女性を仕切るのは正室の役目だったんだ。そのために、最も辛い思いをしたのが、お万の方という女性だ。で、どうして？それを今から解説していくよ。お万の方は、1548年、天文十七年に三河の国の千里婦神社の神官だった長見貞秀の娘として生まれた。千里婦神社は現在の愛知県知立市にある知立神社のことで、千年以上の歴史を持つ大変由緒ある神社なのだ。戦国時代の三河は織田氏と今川氏との争いが絶えず、知立婦神社も二度の戦災を受けた。そして長見氏は代々神官を務めつつ知立城の領主でもあり、松平家臣としても一時活動していたとされている。お万の方の幼少の頃のことは資料がないので残念ながらわからない。ただお万の方は最初、家康の正室である瀬名琴月山殿の奥女中であったと言われている。奥女中ってどんなことをするの？奥女中とは簡単に言えば瀬名の身の回りの世話をする係だ。実家が立場的に松平家の家臣に近い立場だったので、そういう役回りになっていたと推測される。家康に気に入られたお万の方は、1574年天正2年2月、息子である鬼後の結城秀康を産んだんだ。お万の方が解任した時、徳川家康の正妻瀬名琴月山殿は激怒し、お万の方を裸にして庭の木にくくりつけたという逸話があるんだ。そら修羅場になっても仕方ないね。瀬名にしたら自分の世話をしてくれる家政婦さんが知らぬ間に夫の子を身ごもってしまったようなものだもんね。それを徳川家康の家臣であった本田重次が見つけて助け出し、元今川家家臣であり現在は徳川家康の家臣になった中村政吉にかくまわせたと伝えられているんだ。悪いのは手をつけた家康なのに、お万の方がかわいそうだな。そうだね。しかしこの子が家康に認知されるのはかなり後になってからのことだ。それは瀬名こと築山殿がお万の方を側室と認めなかったためと言われている。それと生まれた子は双子で、男子が2人も生まれたのに徳川家康は子に会うこともお万の方をそばに置くこともしなかったんだ。で、どうして男の子が生まれたのに？当時は双子は畜生バラと呼ばれ忌み嫌われていたんだ。どういうこと？畜生バラとは獣は一度に何匹も産むことから来る言葉で、迷信深い時代の女性の暴言だ。徳川家康が本当にこの畜生バラを嫌ったのか、それ以外の事情があったのかはわからないが、双子のうちの一人はお万の方の実家である長見家にすぐさま養子に出され、長見定親と名付けられ、知立婦神社を継いだとされている。もう一人は幼名鬼と付けられた。徳川家康が息子の顔を見てギニという魚に似て気持ち悪いと言ってその名をつけたという悲惨な逸話が残されているんだ。そんな名前ならつけてもらいたくないね。そして徳川家康はその後3年間一度もお万の方にもお兄にも会うことはしなかったんだ。ひどい話だな。本当に嫌っていたのかな。男子誕生の盛大なお祝いもお披露目もないままひっそり生まれ、正式にこと認められないお兄松平家によると、そんな弟を不憫に思い徳川家康の長男である徳川信康が家康に再三会うことを促したとある。そして鬼と名付けて以来3年ぶりにようやく父と子は対面を果たしたと記されてある。しかしそんな兄徳川信康は鬼が6歳の頃に切腹してこの世を去ってしまった。で、どうして？何があったの？1579年天正7年に家康の正妻である瀬名こと築山殿が武田勝頼と内通していると織田信長に疑われ、織田信長の命により家康の手で殺され、長男の徳川信康も切腹させられてしまった築山殿事件が起きたからなんだ。家康にとっても辛い事件だったろうね。ただこのあとお万の方は正式に側室と認められたんだ。家康は瀬名に遠慮してお万の方と息子の義を遠ざけていたのかな。かもしれないが、でもこの事件で家康の子は鬼と生後5ヶ月の三男
七松、後の徳川秀忠のみとなってしまった。そこで、後継ぎ不在を恐れた家康は、この事件をきっかけに、おまんとお兄の認知をしたとも考えられるな。なるほどね。でも何はともあれ、おまんの方も、おぎいもよかったね。突然の嫡男の死によって、お兄が後継ぎ候補となったのだが、結局後継ぎにはなれなかった。どうして、おぎいは次男なんでしょ。なぜ後継ぎになれなかったかというと、三男の七松は、母親が於愛の方といって、三河では名家と言われる、西郷氏の、でなんだ。それで、尾張の神社の神官の娘より、家の格が高いので、嫡子として、長松が選ばれたと考えられるんだ。なるほどね。それで、おぎいとその母親の、おまんの方はどうなっちゃうの？1582年、天正10年、本能寺の変が起こり、突如として、織田信長がこの世から消えるという大事件が起こった。そして、本能寺の変の後、家康は、信長の天下統一事業を引き継いだ羽柴秀吉と対立して、両者は1584年天正12年に小牧長久手の戦いで激突するんだ。この戦いで家康は秀吉より少ない兵力にもかかわらず前線したんで、秀吉は和睦を提案したんだ。その際、家康の男子を人質にという条件が提示されたんで、家康はこの人質にお兄を選んだんだ。ようやく息子として認められたと思ったら、今度は人質に出されるなんて、おぎいもほんとついてないね。でも、お兄にとっては、帰ってよかったかもしれない。で、どういうこと？この時期、秀吉にはまだ実子がいなかったため、実際は人質というより、養子として迎えられ、1584年に、お兄は、秀吉の元で元服した。この時、お兄は、秀吉から秀の字と、家康から康の字をもらい、羽柴三河の神秀康となったんだ。それで、おまんの方の方はどうなっちゃったの？息子たちが二人とも、手元から離れてしまったおまんの方が、その間、どこで何をしていたかは、よくわからないんだ。しかし、家康のそばには、継室となった秀吉の妹の朝日姫や、後継者となった秀忠の母、於愛の方がいたので、家康のそばには、居場所がなかったのかもしれない。結局、家康に愛されたのは、おぎいが生まれるまでだったような気がするね。まあね。でもそれも仕方ないかも。何せ側室が20人もいたんだから。そうか、私はこの時代に生まれなくてよかったよ。そして息子の羽柴秀康も5年後には秀吉に鶴松という子ができてしまったため、関東の結城家に養子に出され、結城秀康となったんだ。そしてこの結城家入りにおまんの方は同行したようで、以後は結城の領内で生活することになったと言われている。その後、結城秀康は、1600年、慶長5年、関ヶ原の戦いの際に、徳川家康の命で、上杉景勝の抑えとして、宇都宮城の防衛に当たったんだ。その功績を父に認められ、結城秀康は、越前の北の庄城を与えられ、越前68万石の大名に取り立てられたんだ。これは、徳川家を除けば、加賀の前田家に次ぐ、全国で2番目に高い石高だった。すごいね。小さい頃は嫌われていても、大人になってからは随分大事にされたんだね。結城秀康が27歳、おまんの方が53歳の時だ。こうして20年近く経って、おまんの方は息子の結城秀康と共に、北の庄城で暮らすことができたんだ。よかったね。しかし、おまんの方の幸せは長く続かなかった。念願かなった母子の生活は、わずか7年ほどで終わってしまったんだ。で、どうして？結城秀康が34歳という若さで亡くなってしまったんだ。そして実はその3年前にも長見家に養子に出したもう一人の息子、長見定親も31歳でこの世を去っていたんだ。そこでおまんの方は徳川家康の許可も得ず、結城秀康が亡くなってすぐに出家して長生院と名乗るようになった。そして亡くなった息子たちの菩提を弔いながら、おまんの方は72歳まで生き、1620年、元和5年12月に亡くなった。おまんの方の生涯を振り返ると、果たして幸せだったかというと微妙だね。そうだね。息子、秀康の長男と次男が、松平家を継ぎ、結城秀康が名乗れなかった、徳川の親族である明石の松平を名乗れるようになったのが、せめてもの救いかな。このシリーズでは、日本の歴史に大きな影響を与えた出来事や人物について、優しくわかりやすく伝えていきます。
最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思ったら、チャンネル登録と高評価をお願いします。